いい香りですね、またこれが。はい、どうも、川口達也です。ということでですね、今回は僕のね、自信を持っておすすめするですね、すいません、料理のお兄さん、リュウジでした。はい、すいません、ちょっとね、際どいところを最近ついております。はいはい、ということでですね、今回ですね、無水ビール鍋っていうですね、料理をやっていきたいんですが、これですね、まあ見たことあるかもしれないですけど、僕今実はですね、まあ今も多分出てると思うんですけど、今出てんのかな、一時期ですね、電車に無水ビール鍋っていうポップがですね、かなり貼られてたんですけども、そのレシピになるんですね。これね、一応ね、クラシルさんと動画化してるんですけども、まあ、僕がね、実際作ってるところの動画がなかったので、これをね、ぜひやってみたいなと思いまして、今回は動画にしていきたいと思います。まあ、とにかくめちゃめちゃうまい鍋なんですよ。はい、とにかくめちゃめちゃうまい鍋なんで、やっていきたいと思います。まずですね、豚肉です。 200g 豚バラ肉を用意してください。煮込んでも硬くならないお肉ですね。で、白菜が 250g です。まあ、もうちょっと多くても大丈夫です。 300g ぐらいは全然平気なので、これ用意してください。今回250でいきます。8分の1個ぐらいですね。あと、ニンニクは2かけ、はい、生のニンニク用意してください。生のニンニクね、これね。で、一番のやつです。はい、まあ、別に一番のやつじゃなくてもいいです。ビールだったら何でもいいです。発泡酒とかでも全然美味しいですよ。今回は普通のビールを使います。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、こちらの一番ですね、やっぱ無水ビール鍋ということなので、こちらのビールありますよね、これをまず飲んでいきます。あ、これはね、後でね、使いますのでね、ちゃんと取っておきますね。その次に、白菜を切っていきます。白菜はですね、こちらの芯の部分をね、少しね、切っちゃいます。あとはね、ざく切り 2、3センチ、こんな感じで、こんな感じでいいです。ざく切りした白菜はこっちの、鍋、こんなね、1人から2人分の鍋、ちっちゃい鍋がいいです。あんまりね、大きい鍋だとね、これね、水分が飛んじゃうんですよ。なので、白菜の量に合った鍋を用意してください。今回は、1人から2人分なので、この鍋の量で大丈夫です。でね、白菜はね、先っぽの部分と茎のこの太い部分、ね、こういう太い部分ありますね、これをバランスよく配合してください。じゃないとね、水が出ないので、こっちがね、水分持ってるんですよ。これなんで無水でできるかっていうと、白菜の水分がですね、かなり重要になってきますんで、だから葉っぱの部分だけ使っちゃうと水がなかなか出ないのでね、気をつけてくださいね、これね。はい、これが一つのポイントになっております。で、次がですね、ニンニクです。はい、ニンニクはおけつを切り落としまして、ちょっとね、プレスしていきます。はい、そうするとこんな感じでね、すぐね、薄皮がむけますんでね。でですね、これをまあ、芯がある場合は芯取り除いてください。で、芯があるとね、焦げやすくなっちゃいます。真ん中に切れ目を入れて、こんな感じでですね、これあんま芯ないな。芯はね、焦げやすくて苦味の元になっちゃいますので、芯がある場合は、こんな感じですね、取ってあげて摘出してください。はい、そしたらですね、これをまあスライスしていきますね。とこの鍋の場合はね、そんなに細かくしないでいいので、スライスで大丈夫です。こちらはフライパンの方にやっていきます。これね、炒める工程があるんですけども、炒める時に土鍋にしちゃうとですね、土鍋って焼いちゃうと割れちゃうんですよね。だからですね、土鍋を使う場合はこの工程は必ずフライパンにしてください。逆にね、ステンレスの鍋とかだったらそのままやっちゃって大丈夫ですからね。これポイントになってます。今日はちゃんと料理してるよ。ちゃんと料理してます。今日はポイントがね、いっぱいありますからね、今日はね、ちょっとね、料理番組っぽくなってきましたね、これね。ここでまたね、ビールが出てくるんです。これを皆さん飲んでください。で、これ後で使いますね。半分は残してください。全部飲んじゃダメです。ということでですね、あと2個切っていきますね。まあ大体ですね、もう半分、そうですね、半分、まあ4センチぐらい、3、4センチの長さで切って、ここにね、並べていくんですけども、並べるのもね、1枚ずつ、ちょっと切っぺがして、救急車通ってます ね、 なんかね、ここ救急車いっぱい通るの、こんな感じでね、並べていきます。肉はね、結構たっぷりめですね。これでとりあえず鍋、まあね、無水ビールごま油っていうんですけども、これからね、ごま油でニンニクを香り出していくんですけども、これね、角屋の濃い口を使ってください。香りがね、全然違いますのでね。はい、この濃い口を使うんです。皆さん、濃い口買ってください。なぜかというと、電車で書いてある濃い口だから香りがいいんでね。
でこれをですね大さじ1半です。はい、あ、今日は測るんですねっていうねコメントがね絶対来ると思うんですけども、はい、今日はねちょっと測りますね。これ結構でたっぷり入れます。ごま油鍋ですからね。でここでですね火にかけていきます。中火から弱火ぐらいの、あれで大丈夫ですよ。これで炒めていきますね。でここでやっとビールが出てきます。皆さん大変お待たせしました。蒸しビール油鍋ですからね。でこれをですね飲んでいきます。あーごま油を熱してると、ね、どんどんねあのごま油のねこの濃くていい香りとねニンニクが炒まった時にいいぐらい、あー 今もうしましたね。もういい香りがしてくるんですよ。でこの香りで飲んでいきます。あーいいですね。あ、そんなこと言ってる間に、はい、カメラさんしたシュワシュワして、くるんですね。これをですね柴犬色になるまで炒めていきます。まあ、僕は訓練されてるから大丈夫です。皆さん、弱火でやってください。すぐ焦げちゃうから、これ。もう火止めます。この状態で火止めちゃいます。そうすると、あ、いい柴犬色になってきましたね。はい、これでいいんですよ。これで、この状態です。この状態目指してください、皆さん。そうしましたらですね、この油をですね、この鍋の方に入れていきます。はい、お、いいね。いい香りですね。またこれが。いや。ほら、ワクワクしてきたぞ。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらですね、こちらに調味料を入れていきます。まず、白だしです。小さじ4です。1、2、3、4ですね。皆様、大変お待たせしました。こちら、ビールです。やっぱりね、無水ビール鍋なんでね、これを使って、きたら、もう今までもうどれだけ、ま、お待たせ、したかあれなんですけども、やっとここで使ってきます。はい。先ほどまで散々飲んだビールをですね、大さじ5です。こうですね。残りはね全部飲んじゃいましょうね。こいつをですね火にかけます。火はですね弱火にしてください。あんまり強くしちゃうとね水分が飛んじゃって焦げちゃいますんでね、弱火でこう蓋をか、つけてですね弱火でね20分です。20分やってきます。ということでですね20分経ちましていい感じになってるんじゃないかなと思いますので、これ開けていきたいと思います。オープンしていきたいと思います。オープン。どうですかこれ皆さん。これね、あのたった大さじ5のお酒、あと白だしとですね、あともう全部野菜の水分なんですね。でここにですね小ネギをね振りかけてあげてください。仕上げにですね炒りごまを振りかけてあげてください。はい、もうね香りがやばい今。ということで無水ビールごま油鍋の完成でございます。はい、それではですね早速できましたので、食べていきたいと思います。さっきですねあの料理でね全部ビール使っちゃいましたので、新しいのあげたいと思います。これはねやっぱね お鍋なんですけどもビールと一緒に召し上がっていただきたいですね。はい、それじゃあいきましょう。香りがやっぱすごいですよ。でねこれねお肉ねほぐしてあげてくださいこれね。はい、じゃあお肉とねお野菜、これ白菜がねもうこれだけ煮込むとくたっとしてるんですよね。うん、香りもすごい。ビールの香りもねすごく残ってますこれ。あとねごま油とニンニクの香りでねすごくねパンチが効いて美味しいんですよこれ。でこれね食べ方が2種類あります。まずですね僕おすすめなのがお塩です。お塩この状態でね少し振りかけてですね、このお塩の塩気で食べます。これはねしょっぱいのが好きな方も薄味が好きな方もいらっしゃるので、これはお好みで調整してください。じゃあいただきます。あのねこれよりうまい鍋あんのかなこれ。ほんとうまいねこれね。うまみがめちゃめちゃ凝縮してて、ね、香りもすっごく香ばしいんですよ。もう香ばしさ要素がねごま油炒めたニンニクビールの香ばしさ、これがね三味一体となってすっごく美味しい。おいたまんねえよこれ。ほんとうまい。
で、あとね、もう一つね、おすすめの食べ方があるんですけど、これがね、ポン酢ですね。またよそっていただいて、これはね、ぜひね、両方用意していただいた方がいいと思います。塩だけでも飽きちゃうし、ポン酢だけでもね、ちょっと味気ないので、両方用意していただいた方がいいかなっていうふうに思います。今度はね、ポン酢で食べてみます。いただきます。お前がナンバーワンだ。もうね、うまいしかない。本当に僕、鍋ね、すごく好きなので、いろいろ作ったりもしたんですけど、いまだにね、このね、無水鍋って、いろいろ種類あるんですけども、無水油鍋っていうのが一番流行ったんですけど、無水ビール鍋っていうのを次やって、両方すごく美味しいんですけど、まだね、この2種類の鍋をね、僕自身超えられてないんですよね。だからもうこれ以上の味を知りたいんですよね。でもね、なかなか難しいと思う。なぜならこれがうますぎるから。これがお店で出てきたらもう通う。本当に美味しい。僕はね、おすすめはね、お塩ですね。お塩のやっぱうまさが僕は好きですね。はい。ほんと美味しい。もうね、僕実はね、これから飲み会なんですけども、これ食べちゃうな、これ。もうこれ、いや、これちょっと最高に美味しい。やっぱ超えらんないな、これ。これはちょっと今ね、スタッフもいますんで、スタッフと一緒にちょっと食べて、これ締めのやり方もありますんで、これ皆さんに教えたいと思います。はい、それではですね、締め、やっていきたいと思います。これね、あらかた食べました。少しね、具は残してますけども、全部食っちゃってもいいんですけども、ここでですね、もう超簡単な締めのやり方を教えます。これ明日から使えますからね、これね。これなんだかわかりますか？焼きそば麺なんですよ。焼きそば麺、鍋の中にドボッと入れちゃいます。で、火にかけます。普通の中華麺でも、コシがあってすごく美味しいんですけども、また別でね、鍋で茹でなきゃいけないっていうのがあるんですよ。だからこれだと味は確かに中華麺の方がコシがあってすごく美味しいんですけども、手軽さで言うとこのね、焼きそば麺すごく使えるんですよ。少し煮ていくとね、ほんとすぐ崩れるんですね。ほぐれるんです。これはね、使える時短テクニックになるので、麺がほぐれたらもう食えますから、これ最短の締め。でそしたらですね、火は弱めていただいて、もうこれ食えるんですよ。あんまり煮込むとね、麺が柔らかくなっちゃうんで。で、お塩、これね、お塩を振ってください。このままだとね、ちょっと味が、麺入れたら薄くなっちゃってると思うんで、はい、お好みでお塩入れてください。その後に、おネギをね、こうパラパラと入れていただいて、これお好みなんですけども、麺なので黒胡椒少し振っていただいても全然平気です。はい、あと、いりごまを、入れてあげます。これも非常にうまいんですよ、これも。はい、ということでですね、できましたので食べていきたいと思います。このね、油そば、もうね、むしろこれが食べたいがためにやってるところありますね。これがうまいんすよ。で、これは焼きそば麺、蒸し麺を使って手軽にやったバージョンになります。いただきます。バカうまだわ。俺このラーメン屋あったら通うもん、俺。めちゃめちゃうまい。ほんとうまい。ちょっとやってください、みんな。ほんとにこの感動共有したいです、皆さんと。たまんないから、これ。焼きそば麺でこんなうまくなるんですよ。あ、ちょっとこれから飲み会だから、ちょっとあんまり食べちゃいけない、あんまり食べちゃいけないんだけど、もう一口。あ、うまっ。黒胡椒の香りもすごくしていいですね、これは。非常に、もう一口。麺もね、確かに茹でるよりはコシがないんですけども、スープがうまく十分ですね、これ。ということでですね、いや、これやばいやばいやばい、これはやばい、これマジでやばいので、皆さんもう覚悟して作ってください。めちゃめちゃうまいです。僕のやってる動画の中でも多分1、2を争うぐらいうまいですね。ナポリタンか林かこれみたいなそれぐらい非常に美味しいレシピになってるので、ぜひね、皆さん、この締めのそばでも飲めますから、皆さんぜひやってみてください。はい、ということでですね、皆さんどうでしたかね。この動画がね、良かったとかね、美味しそうだなとか思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録または高評価、よろしくお願いいたします。